イブニングのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶がお送りいたします。3時間どうぞよろしくお願いいたします。チャットにご参加の皆さん、この時間帯も番組にご参加いただきありがとうございます。今日は火曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。この時間帯、退勤されている方もいらっしゃるかと思います。移動中も最新の天気の情報をお役立ていただければと思っております。今日は広く穏やかな天気で、皆さんいかがでしょうか。桜を眺めて帰宅している方も増えてくるかなと思います。今後もですね、お天気の変化、体感の変化がありましたら、チャットやコメント、リポートでお待ちしております。また今日もたくさんのコメント嬉しいですね。以前から番組を知ってくださってね、今もご覧いただいている方も多くいらっしゃるかと思います。ありがとうございます。またここ最近ですと、新しく見てくださっている方も増えているということで、今は海外の方からもねコメントいただいております。ありがとうございます。チャットにご参加の皆さん、この時間帯も番組にご参加いただきありがとうございます。今日は火曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。この時間帯、退勤されている方もいらっしゃるかと思います。移動中も最新の天気の情報をお役立ていただければと思っております。今日は広く穏やかな天気で、皆さんいかがでしょうか。桜を眺めて帰宅している方も増えてくるかなと。